培った経験や個人脈を生かすなら DYM エグゼパート、経営課題に伴走して取り組む顧問としてのご活躍をサポートさせていただきます。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、じゃあ今日はですね、もともとセールスフォースで年収を1500万ぐらいもらっていた石川さんが、会社員で1500万もらうとどんな生活ができるのかっていうテーマで今日はインタビューをしていきたいと思うんですけれども、はい、僕もねよくね1000万の世界とかそういう動画よく出すと結構伸びるんですけど、はい、僕の1000万とか2000万の話って言うて独立してる人の話なんですよね。なので会社員としてってなると結構希少価値高いんじゃないかなって気になる人多いと思うんですよ。それ独立したらねリスクってわけだからそのぐらい稼ぐかもしれないけど、そのリスクが嫌な人は会社員で1500万稼ぐってなったらどんな生活をしていたのかと、今はセールスフォース辞められてると思うんですけど、はい、当時の話教えてください。リアルでいいです。別にきらびやかな世界とかを話してほしいわけじゃなくてリアルを。そうですね、うん、リアルなとこで言うと、うん、正直本当に金持ちになった感は全くなかったですね。お、そうなんです。全然なかったです。で理由がいくつかあって、うんうん、そもそも私持ち株会みたいなのにずっと入ってるんで、うん、15% とか毎回給料から積み立てみたいなことをするんで、うん、なるほど、手取りで言うと結局そこで給料支給に対して 15% そっちでも引かれて、うん、税金も引かれてなんで、うん、そんな多く感じないのと、セールスフォースで稼ぐって基本給ももちろん最低限あるんですけど、うん、陰線でこう跳ねるみたいな感じなので、うんうんうん、この月は200万いったよ、うん、でもこの月は普通に70万だったから手取りでいったら50万ぐらいだって、うん、何があったんであんま調子乗りすぎないみたいなのがあったりして、うんうん、だからそんなに言うほど金持ちになったかないかったなってのが最初の稼いだ時の正直な感想でした、ね、前職どんぐらい稼いだんですか。メルカリの時は最後辞める時で600ぐらい。じゃあ一応額面にならすと月50で手取りでまあ40ぐらいみたいな。そうですね、多分そんぐらいが。セールスフォースって年俸で一括どんなんですか、それとも毎月ですね、うん、その月の売ったものに対して陰線が翌月入ってる。なるほど。ざっくり毎月いくらぐらい振り込まれてたんですか。税引き後で入るんですよね。税引き後ででもなんか鳴らすと70とかになるんですよね。なるほどね。やっぱ株がでかかったですね。 15% 引かれちゃってるっていうのが。なんで資産は逆に貯まりました。即換金はできるんですか、その資産は。今はもうできますね。当時もやれば、うん、多分あるんですよね、時期がこの時期じゃないか、はいはいはい、とか。逆に言えば3年弱働いてその株だけで1000万ぐらい貯まってたとかはあるんですけど、もちろん株価も上がって為替もとかっていろんな要素はあるんですけど、うん、1000万ぐらい貯まってたとかあるんですけど、うんうん、そういうのがいわゆるキャッシュとして入ってなかったっていうのもあったりして、うん、なるほど。月70万の。確かに当時はご結婚されてました。途中でですね。1500稼いだ年は結婚はしてます。家賃はその時どんぐらいでした。家賃はですね、私茅ヶ崎に住んでるんで、はい、破格に安いんですよね、はい、12万円です。それ安いですよね。そうですね。 でも車とかは乗ってたりとかするんで、うん、駐車場代とかもあったりとかして、うん、ざっくり20万ぐらい賃金と固定費っていう感じですかね、うん、70のうち50万が残って、はい、お子さんはいらっしゃらないですね。今はいないですね、はい、そしたら月50万円がある意味食費含めた月に使えるお金みたいな。そうですね。そういう意味では確かに今考えると、うん、金持ちのきらびやかな生活はしてないけど、何かをするにお金が理由でしないとかはなくなったなって、ね、うんうん、まあまあまあそうですね、うん、ただまあ1日1万6000円っていうペースで考えると、ね、ちょっと飲んだらもうオーバーしちゃいますもんね。そうそう、もうおごって何人分払ったら結構、うん、あ出たなみたいな。そうですね。これはもうリアルな気持ちですね。おごることもありますけど、客単7000円で4人で3万弱払っちゃったら、ああ結構出たな。確かにそうっすね。って感じるぐらいですね。3万おごったらだって2日分の給料取るみたいな。持ち株会の貯金がね見えないところでされてるっていうのはもちろんあると思いますけど、だからまあそれを逆に言えば除くと1200万の生活みたいなもんですよね。そうですね。他の同僚の人たちと結構飲んだりとか遊んだりするんですか。はいはいはい、あもうありましたね。ただやっぱ唯一違ったのが、夜遊びするかどうかかなって私本当に思ってて、金貯まるかどうかとかって、うんうんうん、同僚とかも夜遊びってキャバクラだラウンジだとかって行く人いますけど、そういう人はやっぱ1500万ぐらい稼いでも金ない金ないって常に言いましたね、で私はもう嫁がいたんであんまやっぱそういうのも行く機会がなかったんで、うん、夜遊びがないと勝手に溜まってってましたね。なるほどなるほど、うん、その分で本当にその分で溜まってって、うん、その600万円時代とセールスフォースの1200、はい、まあ、プラス持ち帰りで1500万の時代で生活で変わったことありました、はい、車持ったこととかもそうですし、うんうん、急な出費を全く気にしなくなったみたいな感じで、例えば私地元札幌なんですけど、地元の友人とゴルフしたいねって言ったら OK 行くわって言って、週末もう弾丸で飛行機してパッて乗って、登りベースで温泉入って、ただ帰ってきてただ遊んで旅行してとか、友達とちょっとたまにはみんなで集まって飲みたいんです、じゃあ福岡行くかとかで福岡ポンって行って、それで10万ぐらい消えてとか、普通に遊ぶのが好きなんですよ。サーフィンとかも好きなんで、ちょっと旅行で一泊二日でポンって宿取っていくかとか、ガソリン代とかも全然気にしないで、そういうのが結構変わったなと思いますね。それこそゴルフも始めたばっかでまだ100切れてないぐらいなんですけど、楽しかったらクラブとか買っちゃうじゃないですか。ああいうのとかもあんま気にしないで、すぐ初心者のやつ買って
ったんですけど、楽しくてハマったからもうドライバー買い替えよう、はい、それが7万だとか言って、まあいいかみたいな。なるほどですね。私はその夜遊びしない分、うん、遊びとか自分の好きな時間にはあんま気にせずもうポンポンポンって払うようになった。これはだいぶ600と戦後1200万とかの差で変わった部分な。なるほどですね。600万時代なんか我慢してたこととかあったんですか？いや、我慢だらけでしたね。私もともとが貯金マジでなかったんですよ、うんうんうん、なんで600稼いだ年とかも多分貯金10万とかそんぐらいしかなかったんで、ちょっと遊んだらやっぱ本当に手元何もないみたいな感じになるんで、やっぱそういう急な出費とかやっぱちょっと計算したりとかしてたかなって思いますね。なるほど。稼いだらこれ欲しいなとかあったんですか？やりたいなとか。それこそ車もそうだと思うんですけど。あ、そうですね、うん、やっぱ遊びが好きなんで時間作っていろんなとこ行くとか、うん、そういうのにやりたいなって今できるようになりましたね。なるほど。それこそ例えば友人との付き合いとかにも制限されることによってちょっと抑えたりしなきゃいけないとか、すごいやらしい話、友人でもちょっとずつなんかそこの部分であるじゃないですか。年30歳とかに近づくほどそういうのあったり、そういうのはなんかどんな感じでした？まあ私がなんか金銭感覚はあんまバグってないからそこまでずれはないんですけど、さっき言ったじゃあ旅行行こうよで私が地元に帰るだったら向こうはあんまお金かかんないですけど、見ないじゃん宮崎ゴルフ行こうだったら飛行機代がとかっていうので行こうよとかはあったりするんで、一回もういい、俺がじゃあ飛行機代出すから遊びに来て時間だけ作ってとかはやったことある。なるほどですね。頼む、遊んでくれ、遊ぼうって言って、あとじゃあ飛行機代だけが理由なら出すから、なるほど、ホテルは出さないけど飛行機代は出すから来てって言って呼びつけて、私東京から向こう札幌からで宮崎集合して遊んだとかは。なるほど。まあまあでも贅沢っすよね、飛行機代おごるなんて、ね、うん、僕も600万円時代はその考えられないですね。飛行機代おごるとか1万円以上のものを人におごるってことがそもそもほぼない気がしますね。増えますね、600円だったら増えますね、うん、がましくずっと言い続けますね。今のキャリアで本当に大丈夫ですか？ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談。逆に1500万で我慢したこととか、うん、足りないなって思ったタイミングとかってどういう時なんですか？基本、うん、物欲がそのハイブランドとかそういう思考があんまないんで、うん、そういうのはないんですけど、うん、高いものの中で言うと、うん、例えば車とかも、うん、ベンツの G クラスだとかそういう高級車とかいいなって思っても、はい、やっぱそういう額は絶対簡単には手が出せないと思いますね、うん、とかやっぱ時計とかもフォーマルな場でつけるような高いやつ、はい、前なんか動画でタメクニさんと買ったみたいな、はいはいはい、ああいうのとかはやっぱ絶対無理だなってやっぱ思ってたりしますし、うん、いわゆるキラキラして見える人たちの生活にはやっぱ全然一歩も二歩も及んでないな。なるほどっすね。よく言うのが会社員でも1500万で稼ぐと逆に経営者に近い人たちだったりの世界も片足踏み入れたりするから逆に上が見えるようになるみたいなことは聞いたことあったんですけど、はいはい、僕例えば会社員の600万円の時とかって、うん、そもそも金持ちの世界をほぼ知らなかったんで、はい、あ、なんか自分世の中で超金持ちな部類かもって思ってたんですよね。これなんかよく動画でも話してるんですけど、はい、クレカ持って街手ぶらで歩いてる時の無敵感みたいな確かになんかちょっとこう見え始めるはありますよね。それこそお客さんのクライアントが社長さんだから一緒にご飯行ってお話聞いてとか、それこそ辞めた直後でしたけど鴨本さんに天ぷら屋さんこう連れてってもらって、ああはい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 、はい、でもやっぱああいうとこに連れてってもらうみたいな、はい、そんな多くない機会でも行くと、うん、やっぱ単価がちょっと高くて、うん、そこのお店代払ってるとかって思うと、うんうん、身の程を知るというか全然やっぱ戦後なんてっていう風に、なる、まあ、でも中にはやっぱでも一本超えた時に調子乗る人もいるなとは思います、うん、確かに天ぷら屋さんが多分2万ぐらいですかね、多分ざっくり、うん、でそれで8人を連れたんで、うん、ご飯を8人に僕おごったんで今16万っていう、これは確かに当然僕も会社員の時とかは当然考えられないし、うん、1人分もきついぜみたいな感じなんですよ。それは確かに今になったら月に何回かあるみたいな感じになったんで、はい、僕も島袋社長におごってもらった収支が何万とかって、え、これおごるってやばみたいな、うん、一瞬でなくなるなって。確かにそうっすね。それは僕も飯はすごい感じました。飯って腹いっぱいになれば何でもいいのに、腹いっぱいになるためにわざわざビジネスクラスに乗るとかとも全部言ったんですけど、目的一緒なのに高くするみたいな、はい、ある意味無駄というか、うん、よく言うと贅沢みたいなのが一番金銭感覚が。で、僕も極論ですけど、キャバクラのシャンパンタワーに100万円払う人って超金持ちに見えるんですよ、うんうん、はい、まだなんか他に100万円使い道あるわみたいな逆を返すと、お金持ちに他人に思われたいんだったら、うん、高い時計を買うとかじゃなくて、うん、極論100万の消しゴム買った方が金持ちに見られるみたいな。この人は
そんな無駄に使える余裕そうなんですよ。だから運転手とかってすげえ金持ちに見られるんですけど、はい、確かに実際は大したことないんですよ。大したことないっていうのは利便性が高いですけど、電車でええやんっていう感覚の人からすると運転手って超絶金持ちに見えるんですけど、本当はなんかもっと金かかることいっぱいあるというか、個人的には新卒雇うとかの方がよっぽどすごいことなんですよ。一人の新卒雇う方が運転手一人よりもよっぽど金持ちなんですよね、僕は今そういう感じを思ったりします。なるほど、はい、本当に次のステージって感じしますね、はい、ちょっと僕の話になっちゃって恐縮なんですけど、はい、じゃあその1500万に憧れてる人はそういう感じののが今のリアルな感じ、ね、そうですね。ただまあ一個思ったのは、なんか身内とか近しい人にお金を使うは気にならなくなったかもしれない。ああなるほど。ただ家族に対して何かしてあげるのにお金結構高いところも、例えば私毎年なんか親父の誕生日とか5万のワインとかプレゼントするんですけど、はい、そういうのも全然気にならないし、嫁の誕生日だったらホテルなんかいいとこ行って10万ぐらい飛ぶとか、そういうのも気にならないし、そういうとこぐらいは自由になりましたね。確かに。そっから先の身内じゃない先にお金を還元していくはちょっと一号じゃちょっとって感じの考えです ね。身内の定義が金持ちになるほどちょっとずつ広がっていくみたいな。そうそう、最終なんか初対面のやつにも奢っちゃうみたいな、まあいいよとかですね、っていうのが多分もっと大金持ちの人だから、ビートたけしが昔バーニーとか飯屋に行った人全員奢ってばらまいて帰る、芸人さんの話とかだよね。そう、ああいうのはもう絶対見ですけど、あれが最終形態なのかもしれないですね。円の大きさが広がってくる。そうですね。ということで、会社員で1500万稼いだらどうなるのっていう話なんですけども、石川さん現在年収エージェントでキャリアアドバイザーをやってくださってますので、転職検討したいとかキャリア相談したいっていう方がいたらですね、ぜひ年収エージェントに登録していただけると、石川さんのようなキャリアがしっかり持ってるエージェントがフロントで対応させていただきますので、ぜひ概要欄から無料で24時間以内には必ず日程調整の返信が来ると思いますので、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中、ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中、概要欄をご覧ください。